岡崎公園前駅は、愛知県岡崎市中岡崎町にある、名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は、NH14。何かが使用できる。愛知環状鉄道、愛知環状鉄道線中岡崎駅が近接しており、名鉄名古屋本線から、愛知環状鉄道へ乗り換える際に、よく利用される駅である。停車列車は、原則普通列車のみだが、 8月上旬に行われる、岡崎城下家康港夏祭り花火大会の時は、一部の快速特急、特急、急行、準急が当駅に臨時停車する。ただしミューチケットは発売されないので、快速特急、特急は一般車のみの利用となり、特別車には乗車できない。また、この日の快速特急、特急は2両増結して8両で運転されることが、 多いため、後より二両はドアが開かなくなる。愛、地球博期間中の土休日は一部の快速急行急行列車が停車していた。かつては、東岡崎駅に対して、西側に位置することから、西岡崎駅と呼ばれていた。岡崎公園が桜の名所として知られていたこともあり、岡崎観光協会の要望もあって、後に、岡崎公園前駅に改称され現在に至る。 駅は過去に2度移転している。1度目は矢作橋から東、岡崎間の伏線以下工事に伴うもので、開業した場所から東へ約260メートル移転している。その後、1960から70年代に実施された国道248号沿いの土地区画整理事業に関連して再度西へ移転した。 六両編成対応の相対式2面2000ホームを持つ築堤状の地上駅である。築堤は国道248号をまたぐ東、岡崎駅方が高く、愛知環状鉄道とアンダークロスする部分は低くなっている。駅集中管理システム導入済みの無人駅である。岡崎観光夏祭り花火大会の開催日は大変混雑するため、 隣の東岡崎駅から臨時に係員が派遣されて当駅に配置される。改札口は北側の一箇所のみで南側へは直接出られない。エスカレーターは設置されておらず、車椅子で当駅を利用する際は前日18時までに東岡崎駅まで連絡する。トイレは1階の新連絡通路前に設置されている。以前はホームに行く方法は階段のみであったが、 2021年12月にバリアフリー工事が完了し、エレベーター付きの古線橋が新設された。当駅は普通列車のみ停車であり、豊橋駅や豊川稲荷駅へは直通列車が停車しないため最低1回乗り換えが必要。時刻表示を、上り列車の大半が次の東岡崎駅で終点となる。隣の矢作橋駅と同様。 上下線の間隔が、名鉄の標準よりも、若干広い。岡崎公園前駅の年間乗車辞任の推移、普通列車の本数が倍増した2003年度以降、利用客は、少しずつ増加している。岡崎城や市街地に位置する東岡崎駅へも、徒歩で移動できる。中岡崎駅駅周辺も、参照西岡崎駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。